百人一首七十五、藤原の元年の歌です。千切りを斉し、させぼがつゆを命にて、あわれ今年の秋も犬めり。歴史的仮名遣いは一つです。あわれですね。藤原の元年は平安時代後期の歌人であり官吏人です。 日衆74で出ました源の年寄りとともに家人たちの社会の指導的立場にあったといいます、えー、源の年寄りが新しい家風であったのに対して藤原の元年は保守的であったそうです藤原の元年には甲鶴という江福寺のお坊さんである息子がいました 父親である元年は自分の息子口角をゆいまえの工事にしてください。とお願いするんです。工事というのは？仏教の経典に関する講義をする役目です。お願いした相手は藤原忠道、彼はこう答えます。しめじが原の。さあ、一体どういう意味なんでしょうか？ この言葉はある和歌の一節です。名を頼め、しめじが原のさせもぐさ。我が世の中にあらん限りは。清水観音の歌とされています。その中の名を頼めという言葉の方が実は大切なんです。ただはこう答えた。自分を頼みにしなさい。 要するに自分を当てにしてくれていいよと言って、この依頼を引き受けてしまったようなものなんです。それを聞いた元年はきっと嬉しかったことでしょうね。ですが、その言う前の工事を選ぶ今年の秋も、やっぱり降格は選ばれることがありませんでした。元年は残念がり、そして恨みも覚えたことでしょう。 そして読んだ歌がこちら、千切りおきしの歌なんです。まあこれはこう思う父親の恨み怒り、残念さでもあり、広角自身の思いでもあったと思います。では見ていきましょうね。千切りおきしさせもがつゆを命にて。はい、死です。過去の助動詞キャリ、何々したと訳しますね。 それから千切り置きという言葉にも着目しましょうはい終止形は千切り置くこのような漢字を当てますつまり約束しておくという意味なんですね約束,約束しておいたのはこの藤原のただ道ですから元年はこのように約束してくださったというニュアンスで千切り置きしと読みかけています それから、させもという言葉ですね、これも藤原忠道のしめじが原のという言葉に端を発します。忠道がしめじが原のといった和歌、これが引用されています。なお、名を頼めしめじが原のさせも草、我が世の中にあらん限りは、このさせも草の言葉を入れ込んでいるんです。 ちなみに、させもぐさとはよもぎのことを指すんですが、今回そのよもぎというフレーズは全く関係がありません。させもぐさということで、あの、なお頼めの和歌を連想させる。つまり、私を頼みにしなさいという、恵みの通夜のようなお言葉を、命と思って頼みにしてまいりましたが、もうこの時点で元年の恨み節が炸裂していますね。 さあ、ここで、えー、と和歌の技法についてお話ししておきます。えゆ、ー、という言葉がありますよね。そして、おくとは、今で言う、降りる、つゆが降りるというつながりを持っています。そうです。つゆとおくは、英語になっています。さあ、下の句です。あわれ、今年の秋も、 イヌメリああ、今年の秋も口角の麹になる姿が見られないまま虚しく過ぎていくようですはい、一息に訳してしまいました哀れは感動し、えー、ため息が哀れとそのまま言葉になったような表現だという話はしたことがありますねですから、ああですね 今年の秋も、ここは「いいでしょう。いいね」なんですが動詞で「時が過ぎ去る」という意味を持っています「虚しく」という言葉を補ったのはこの元年のこの時の気持ちを踏まえてのことですそれから最後の「め利です、えー「推定の助動詞です「何々のようだ」と訳します これまでたくさん百人一首の中で恨む気持ちの歌というのは出てきましたけれどもその場合ほとんど恋の歌でしたね今回は違います子供が親を思う気持ちから出た恨みの言葉、えー、この時元年は御年80歳以上だったといいます今年の秋も犬めり今年の秋も息子の活躍が見られないまま虚しく過ぎていく ここに、真に迫ったものを感じますね。それでは最後に決まり字です。ちぎりおと読まれれば、あわれの札を取りましょう。ちぎりおきし、させもがつゆを命にて、あわれ今年の秋も犬めり。百人一首75、藤原のもととしの歌。 以上です。